親友がいてな、いつも一つの証明に虜だった。素数の規則性に関する証明だった。俺はその証明が大嫌いで。あなたはいつも否定的だ。だって一つの存在がこの世界を大きく変えようなんて傲慢な考え方だろ。いつも彼の話ばっかり。いやいや、本当に彼は優秀なんだ。またすぐ会おうな。これってどうして神を信じる？そこに真理があるからです。いや、俺の探す真理はそんなんじゃない。あなた方神父は結婚しない、命をつないでいかないじゃないですか。神は証明によって語るのではなく、自らの思いによって感じるものです。耳を澄まして。頭を使っていては理解できないこともある。ようやく分かったような気がする。忘れていたものを